どうも、フィッシャーズシグです。元木です。心霊企画でございます。いや大阪、ちょっとね、用事があってこの辺に来たんですけど、ちょうどいいということでホテルがあって、おそこの308号室がいわくつきらしいんですよ。308号室に何が起きるかっていうと、頭が2つになった赤ちゃんがハイハイして寄ってきたとか。うわ、それ怖えな。坊主の男の人がなんかチラチラ顔出してきたりとか、部屋の隅っこに束ねられた髪の毛が落ちてたり、扉みたいなのガッて開けたら神棚が置いてあったりとか。泉の広場っていう心霊スポットが実は近くにあって、それ実は今行ってきたんですよ。うん、なんだけどリニューアルされたっぽくてめっちゃ綺麗になってたのね。そこの噂で言うと赤い女の人が追っかけてくるっていう噂があったんだけど、ああどうも追っかけてこなそうなんでちょっと近くの一番有力なところ探した結果、308号室が中でもヤバいらしい。へー、マジ。明日一応予定はあるんですけど、それまで泊まってみようと思います。よし、一泊しましょう。一泊しましょう。ちょっとじゃあ今からね、行ってみたいと思います。行きましょう。こっから程なくしたら着くんだよね。そのエピソード全部見えたらめちゃくちゃ怖いけど。めちゃくちゃ怖いよ。だいたい一泊3000円ぐらいらしいんだよ、情報によると。はい、くどく止められるらしい。本当にその部屋でいいですか？止まらない方がいいですよみたいな、みたいな感じで言われるっていう噂もある。もうしばらくするとね、牛蜜時ってやつですから。あ、日光に泊まったんですよ、はいはいはい、宿泊行事で。その時に俺らが泊まった部屋の電話の裏からメッセージで、すっごい古いメッセージの死ねって書いてある紙が置いてあったことあった。うわ、怖。当時俺とそうそう、名前あれだけど一緒に、うん、それ見つけちゃって。いや、知ってるやつ。そう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 結構ショッキングだったってことがあるから、ホテル結構怖いんだよね。うわ、ゾワゾワして今。その部屋が空いてるかだよね。あ、あれか。あったー。じゃちょっとね、交渉してきます。はい。308とか入ってますか。あ、ないですか。今も空いてない。部屋がない。今ホテルに行ってきたんですけど、はい、なんと308号室ないみたいです。入り口とかもすごく綺麗だし、あの対応もすごい感じよかったんだよね。そうだね、うん、本当に見るからにここ危ないなっていう感じはなかった。ではないないない。なんで今か分かんないけどさ、うん、マスク黒見づらいから白にするね。見やすい。308どうなったんかね。泊まりたかったけどね。泊まりたかった。ちょっと諦めきれなくてもう一回行きます。普通に違う部屋に泊まります、はい、とりあえず。はい、はい、部屋着きました。はい、最近新しくしたなっていう感じはある。そうだね。ただ古い壁は古い壁のまんまなんだよね。そうだね。わりかし長く営業されてるところだなとは思う。部屋番号もね、全体的に全部変わってたね。4桁出してね。1階からもう1100で始まるね。3階が1300。何のあれか知らないけど、ちょうど3階に泊まってるって。そうなんだよね。そう、ちょうど今3階なんですよ。しかも噂がその角っていうか突き当たりの部屋だったらしくて、うん、ここ突き当たりの部屋なんよ。部屋番違うけど、もしかしたらって話だね。ベッドが2個あって、まあ、結構一見綺麗なんですけど、なんか貼ってある、血みたいのついてるんだよね。なんか謎の汚れがついてる。普通にでも泊まる分には全然いいよね。うん、なんならちょっと広々。うん、うん、全く問題はないね。人がいなくなるとね、こんな感じ、もう真っ白な部屋にベッドがポンポンって置いてあるって感じですね。だいぶ古いよこれ。ダンボールで塞がれた窓。古いね。建物自体は古いから、まあそうだね、部屋とかも全部新しくしたんだろうね。だから308がなくなってたんだ。そうだね。8個室あるのかなっていうのだけ見てこようかな。うん、うん、その間俺一人でこの部屋いるわ。はいはいはい。は広いしね。俺は結構こういう感じのホテル好きですね。選んだわけじゃなく、たまたま3階にね来れたんで、どんと来いと。1308号室ありました。あったな。ただ、突き当たりじゃなかったのと、禁煙室って貼ってあったから宿泊はできそう。308って何なんだろう。こっち本館じゃん。本館、別館が多分あるじゃん。ちょっとここ新館っぽいから、うん、旧館の方行ってもらえる。ちょっと休んでようかな。ここがね、第二新館らしいです。本当に正直今は何にもない。ちょっとこういうのってさ、ベッドの下見たくなるじゃん。見ていい？なんかあった？でこっちね、
新館のね1号館と2号館がありまして、で1号館に僕ら泊まってるみたいなんですが、2号館は見つかりました。外観ぐるっとしながら調べてみよう。なんかどうやらここっぽいんですけど、今ね背景に映ってるところが、いや絶対入れないね。本館、新館、第二新館っていうのがあります。はい、うん、でここが本館、うん、新館は番号が2000番台から始まる。はいはいはい、部屋番が、うん、で第二新館は部屋番が3000番台から始まる。変わったんだね。じゃあ多分そう、リニューアルしたと同時に、まあ3桁の部屋番はなくなったんだろうね。あー、ここが本館っていうことは、ここは元は3桁だった可能性が高い。うわー、ちょっとその辺は分かんないですけど。じゃあちょっと1日ゆっくりしてみるか。しましょう。うん、お疲れ、ありがとう。はい、一回ちょっとゆっくりします。おやすみ。そっか、この部屋の可能性はあんのか。じゃあ、いやもうなくはない。うん、どんだけ調べてもさ、308号室で何があったかっていうのは書いてないんだよね。まあそうね、事件とか特に事件は起こってないんじゃない。だよね、うん、だから多分ホテル側に問題があるわけじゃないのかもしれないよね。俺はそう思う。ここに宿泊した、うん、その人についてるだけ説ある。そうそう、全然あるわ。その説のが濃厚かも。なんか気がしてきた、うん、今のところすげえ快適。快適だよな。かなり安いんで。そう、全然。多少の壁の汚れとかはね、ねえ、別に、まあまあまあ、そんなん普通だろ。何事もなく寝ちゃうかも。朝です。今6時ぐらいですね。普通だったよね多分。寝て起きて寝て起きてを繰り返してたんだけどね、うん、そんなに何かおかしいなとはならなかった。いいホテルでした。よかったです。ここでも何か起きてるわけでもなく噂が流れて、2人とも今泊まってみて思ったのが、うん、多分びっくりした。今振動止まるかと思っても、おひれがついたのか分かんないけど、うん、変な広がり方しちゃったのか、その、まあ、見ちゃったって言ってる人がそもそも霊をつけてたのかね。かな。動画見てくれてありがとう。セカンドウィン、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。